みなさんこんにちは魅力満載未来を開く宅地建物取引士への道というお題でですねまあ約30分程度ですかね、えー、宅地建物取引士のねガイダンスを始めていきたいと思います担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはい それではお手元をですね、えー、もしプリントアウトなどができればですねこちらのレジュメ4ページからなっておりますね先ほどお伝えした通りお題がですね魅力満載未来を開く宅地建物取引しへの道ということでなっておりますあの、もしプリントアウトなどできない状況であったとしてもねこういった形で、えー、まあ画面に示していきますのでまあ、軽い感じで30分程度聞いていただければと思いますねはいよろしくお願いいたしますまずですねちょっと時期的なところなんですね 実は今映像を撮っている日付がですね2017年10月の26日すなわち今年2017年、まあ、平成でいうと29年ねこちらの宅検の試験が終わって宅検試験が10月15日ですから2週間弱、まあ、11日ですねたったところなんですね。 ですので、えー、と受けられた方の中というよりも今年今の段階でですね、えー、これあのガイダンスのを見てくださっている方はですね、多くの方は受験された方かと思うんですね。でしかもですね、えーと、合格に十分な点数を取っている方はですね、もう飲めや歌いやで、えー、騒いでいる頃なのでまさかここを見ているというわけじゃないと思うんですね。やっぱり、 もう微妙なラインっていうところで一番知りたいのがもう果たして今年の試験、だからどうだったんですかっていうところなんですね。その検証を若干しつつですね、まあ、それ、実を言うとかなり試験のヒントになるんですけれども、まあ、話の内容としてはですね、えー、まあ、この資格、どういう資格か、そしてその資格に対してどのような形で試験を実施しているか、そのためにえどういうごう、えー、どういう方法で勉強していれば、より合格に近づくかというところね、まあ、その辺を中心に話させていただきますので、えー、まず、 その今年の試験なんですね。あのレジメのところにもありますように、こちら表がありますね。えー、過去5年にかけて、えー、のまあ、申し込み者、受験者など並べているんですが、まあ、若干ずつ増えております。1、まあ、色10の10の資格ですからね、えー、これは廃れることはないでしょう。で、えー、まあ、しかも今年結構増えてですね、まあ、受験者で見ても20万トンで9000 まあ約21万人ですね、えー、そして合格者、まあ、これ載っておりませんというのは試験発表までまだ今から数えても1ヶ月ぐらいありますのでねモヤモヤするところでしょう。ただし えー、おそらくこの点についてはあんまり変わらないと思いますそれが合格率ですね、えー、今年もおそらく15% 16%ぐらいになってくるはずなんですね、えー、そうすると必然的に合格者としてもこれにちょっとプラスしたような受験者が多いですからね合格点なんですよねもうそこまでないで,でも今年の合格点これわかりませんけれども一応レックでは、えー、当日ですね、えー、これぐらいの点数取っておけばいいだろうということであくまでも推定ですがこの 点数書いてるんですかね。三十四ですね。まあただここで三十四って書いてしまうとですね、どうだったんだ。えー、僕が言ったことが嘘とからで、えー、てしまいますので、すみません。逃げは逃げなんですが、一応三十四と発表しております。ただその根拠はですね、まあ、えー、昨年三十五点、えー、それまでに比べてかなり優しくて三十五点でした。今年まあ難易度で言うとですね、去年三十五点だった去年よりも 簡単だっていう人はいません。まあ、ちょっと遠回しな表現になって申し訳ないんで、でも言ってしまえば難しかったんですね。ということはまあ、そこからも単純に1点落ちるかなっていうことなんですね。この試験はこの合格率を基準にしてますので、問題が難しかったら点数は下がるんですね。 簡単単だったらがる、まある純行動なんです,、ね、ですのでまあ34ぐらいじゃないかなっていうところですね。それとまあ単純にそれだけで、えーまあ、判断してるわけじゃなくて実を言うとまあ各予備校そうなんでしょうけれどもレックで1人2人のですね講師の意見とかでやってません。何人もの意見。そういうのでもないですね。ちゃんと客観的にやってるんですね。そその1つはですね、えーまあ、試験当日、えーまあ、受けてそしてし 速報会っていうのがありましてそこに来て下さった人に実際に何番マークしたかっていうのを取ってまあ結局平均してどれぐらいの点数取れてるかこの問題どれぐらいの人が回答できてるかそういうあのいわゆる客観的データを元に出してるところなんですねだからまあ狂って1点2点だと思うんですねはいそういうところでやっておりますのでまあその点に関してはねあのまあ多少前後したとしても。 去年よりも難しく感じて難しいまあ実際そうなんですね。それを合格点として超えることはちょっと考えられませんので、安全策で安全策というとまあ今現在飲んでる、えー、まあ騒いでるかどうか置いといてね、いい気分の人は三十五点取ってるんでしょうかね。三十四点確かにですね大丈夫だと言ってももやもやなんです。これだけはもうあのー、悩んでても仕方がありませんのでね、えー、そこはもう静かに待ちましょうね。えー、合格発表してたら。あ あいつ言ってること、当たって当たってる当たってる、いや、外れてるってなってるんでしょうけれどもね。あの、まだ、な方は、今しばしお待ちくださいませ。ですね。で、これが一つ、まあ、あの、合格に向けて、何になるか、それ今年の傾向でしょって言いたいんですけど。実を言うと、非常にスタンダードな傾向でした。というのはですね。 えーまあ、その難しいっていう中でですねあの50問のこの試験はですねもちろん50問4択なんですが50問全部が難しいっていうわけじゃなくて10問から15問程度が結構難しかったんですね。えーまあ、そういういところですということはまあ逆に言うとですねあの残りの30問、まあ、もうちょっと少なめで25問としてもそこはしっかり点数取れるところだったんですね。そこをいかかに取れるか でえー、落とすべき問題をいいかかに落ととしたかっていうところなんですねでこの試験は、まあ、先ほど移植中の宅検すなわち不動産の資格ですですので何の資格かって一言で言ってしまえばこちらにあるようにですね重要事項の説明これができるかできないかというところの能力を測る能力判定の試験の反面 えと一定数の宅地建物取引所そういう特殊なことをできる人間が世の中にあふれかえっても仕方がありませんので、えー、ある程度の,、まあ、あの人数的な調整というかね、まあ、そういうことをしておりますので受験者に対しての合格者が、まあ、合格率としては大体15%ぐらいのところを想定しておるんですね。ということは。 この重要事項の説明ができるという能力の判定の試験とともにふるいにかけなきゃいけない試験なんですよ。ということは、まあ、逆に言うと,、えー、っと厳しい言い方ですけれども100人のうち15人しか受からない85人の人を落とす試験なんですね。ふるいにかける、まあ、落とす試験でもあるんですね。だからこそ、えー、っと対策をちゃんとあの取ってるというのはですね勉強するだけじゃなくて この人たちの戦略を知っとかないとこれ話にならないというのがこの宅検試験なんですねでこの試験は、えー、もう制度時代が始まっても50年以上経ちますしから現在の傾向に合わせた試験になっても30年40年経ちのでもう要はなってるんです、ね、それが、えーまあ、今回ちょっと中心に話していたきたいので、えー、このレジュメの3ページ見ていただけますかね。 えーまあ、こちらにですねローマ数字で3番としてね宅地建物取引し、えーまあ宅建師試験の合格のためにとあるんですけれどもあの出題のは、えーっとまあ、科目も何問出るかっていうのを決まっておりまして、まあ、傾向的にも非常に似返ったところがあるんですね。 今年の試験なんですがこちらにも書いてあるように3ページの表の下のところですね難易度としては昨年に比べやや難しく過去に問われていない問題も多数見受けられましたこれが難しかったっていうゆえんなんですね。 えー、先ほど言ったあのレックでは当日にです、ねあのー、合格推定点とともに、えー、回答を出さなきゃいけないので実際にまあ現場に行ってるまあ講師もいりますしそれから、えーまあ、政作本社で待ち構えて回答する者も,もいますその中にはまあ優秀なスタッフも多数います。 まあどれほど優秀なスタッフがレックにいるかっていうとですね1人2人でやるんじゃなくて何十人まあ何十人というそこまで広くはないんですけれどもまあ10人20人30人のスタッフがどういうことをやってるかっていうとある人はこういうことをやってるんですね。試験会場ちょっとローカルな話題で申し訳ないんですけれども東京なんですね。でえこの政策本社まあここもそうなんですが東京の中野というところにあります。まずは試験 の問題を持ち帰って精査しなきゃいけませんのでその仕事があるわけなんですねどうするかっていうと一番近い試験会場新宿、えー、電車で5分ぐらいのところなんですね、まあ、ただし駅降りてすぐっていうわけじゃありませんので各駅からまた歩いたりすることを踏まえると、えー、まあ、極端なら試験終わって新宿の駅まで まあ走るなり歩くなりしてそして電車でまあ待ち時間もあってで電車自体の時間は5分ぐらいなんですねまたそこを降りてこの、えー、制作現場あ制作するところに持ってくるとなるとその3大会で、まあ、時間として、えーまあ、30分くらいかなっていうんですけれども優秀なスタッフどういうスタッフかっていうと。 えー、それこそ体力に自慢があってそれこそあの高校時代は甲子園を目指してほぼ甲子園行けるような形の、えーまあ、野球がうまいのと足が速いのってつながらないかもしれませんが、えー、とそのスタッフはですね試験終わりました何したかっていうと10何回かのエレベーター、えー、会場であったのでエレベーター待つ時間が下手すると5分10分かかるので階段ででと降りてきたんですねそして会場を出て一目散に新宿の駅に向かいました。 そして、電車の中で走ったかどうかは知りませんけれども電車降りて中野の駅からまた10分ぐらい普通だったらかかるところを加計車で戻ってきてですねえ聞くところによると20分程度で試験終わるのが15時なんですね。午後3時でえと20分過ぎにはここの制作現場に。 戻っっっててきたたどういういことをやった、まあ、優秀なんですよ、ね、でその優秀なスタッフはその人だけじゃなくて実を言うと現場で待ち構えてて回答作業をする人、まあ、その中には、まあ、今年のまあ難関の試験である司法試験を受かった人間もおりまして、えーまあ、民法の問題だったらそのスタッフにパンと任せてしまったねもちろん、えー、っと現場で受けてる講師なんかもいますのでその人たちの意見も聞きながらあでも答えが出ないこれ実を言うと今年の問いの一番ってやつだったんですね。 でその優秀な今年司法試験受かって、えー、来年から弁護士になりますえー、来年おそらく意義ありとかやってるんでしょうねで顔も賢そうな優秀な、まあ、顔をしておりますで間違えることほとんどないはずなんですが、まあ、結論で言うとその人間違えたんですねそのスタッフが、えー、簡単な話ですあの司法試験がすごいとかうんぬんかんぬんよりもその子は間違いなく一日10時間20時間と勉強を何年も重ねて民法をやってるんですよ 間違えるんですよ。この卓研試験、えー、短かったら3ヶ月とか6ヶ月で集中してしかも仕事しながらで受かれっていう土台無理な話なんですよ。あの言い悪いは置いといてできない問題だったんですね問いの一番。でこれ何が必要だったかというとですね あのしかも立ち悪いことにその問いの一番っていうのは例年、えー、この規定の中で民法の条文に書いてあるものはどれかって奇妙な問題が今年はオーソドックスにしかもですね代理という民法の中では比較的というよりも絶対この民法難しい民法の中でも取らなきゃいけない代理をどう、えー、その代理の問題が出てきたんですね。しかももその代理がでですね変質項目でも あるにもかかわらず、過去二年でなくて、え三、ー、年ぶりに出てきたんですね。みんな挑んでかかりました。どの子読み込むの、どの講師も。はい、代理落とせませんよ。はい、その通りなんですね。単純読んです。文も短いんですね。ところが読んでみて、なんじゃこらって気づいたのが。過去に。一回も聞かれたようなことがない、足が。三つあったんですね。まあ、一個ちょっとかすめてたんで、二つあったんですね。で、それの取捨ができなきゃ、あの、どちらか選ばなきゃいけない。これ、あの、基本的にできるわけがないんですよ。 で合格に必要な点数を取った人はどう判断したかっていうともちろん挑みます。問いいいの一番でですす落とすわけにいかな代理した挑んだんですがいやこれは聞いたことがない。ということは、えー、自分が回答できなくても、はい、あまり長候長く考えずに次の,まま次の問題行かなきゃいけないんですよっていうことに従ったんですね。え そそんんな判断を要するんですするででかはいその通りですこの卓研試験は内容的な難しさ以上に試験に対するですねそういう策略、まあ、策略というと失礼ですね戦略これ大切なんですね。で、えー、もううう歩二歩ででで逃したた方でこういう声があったんですね問いの一番大事だから絶対できると思ってだからやってしまって気が付いたら選んでるうちに5分経ちました下手すると8分経ってましたと。 もうその時点でも頭の思考回路が止まっておりますので後もも言わずがなですよね、えー、人間ってそういう心理状況に置かれると冷静な判断できなくなるんですねですのでそのアウトがまあ結果的によろしくないっていうのがはいはそういうのどういうふうに判断するか、うん、簡単な話ですね書いてあるように過去問を何度も繰り返しとって演習しなければなりませんでした。 あの過去問を解いているとこの問題を、えー、解ける問題なのか解けない問題なのかっていうのを判断できるんですね。そして特にここで書いてあります権利関係の分野になりますと。 出社のその捨ての方も多数ありますのでそこで判断して次から次へと問題やりこなしていかないきゃいけないですある程度あの事務作業能力っていうのも問われますので長い、えー、それから50問の試験をまあいかにね効率を得るかっていうところもあるんですねそこが判断できたかっていうところなんですねはい、えー、珍しく昨年はですねあのその権利関係の問題がまあ比較的過去問で 取れる問題が半分以上、えー、権利関係でいうと14問のうち半分以上あったので高得点になってるんですが今年はオーソドックスに戻って権利関係で実を言うと今年の試験は過去問でストレートに取れる問題っていうのは14問のうちまあせいで4問3問ぐらいだったんですね。で 今年の合格基準に達しているだろうという人たちはどれぐらいの点数取れているか。まあ見事ですね、僕のところに集まってきたものだけ見るとですね、えー、その8割方は6、7、8、9点にとどまってます。で、半分ぐらいの人は7点か8点なんですね。ということはこの試験は、 みんなが取れる問題はみんなでしっかり取っていきましょう合格する人はね取れない問題はもう取らずに行こうまあそれが一つポイントなんですねその傾向が一番大きかった、えー、ここ数年でも一番大きかったんじゃないでしょうかっていうのがまあ今年の試験のまあ、第一振り返っての感想です、えー、去年ですねあのー、しっかり勉強している人40点超えて点数取ってる人多かったんですね今年 四十点超えてる人ほとんど僕聞いておりません。まあ確かにあ運が良かったということでね。えっ、ー、と私の元に集まってるまあ百弱ぐらいのまあ資料の中で、と二人ぐらいですかね。まあその程度なんですよ。えー、できはいいか悪いかは置い,といて、えー、結構できはいいですからね。その中でもほとんどの人が基準 点よりやや腕の35から34から378ほとんどの人がそこに集中してるんですねそうなると権利関係の得点もまあほぼ同じように似たり寄ったりでまあ似たり寄ったりという言い方失礼ですがちゃんと取れる問題を取って、えー、まあ落とすべき問題を落としてまあちゃんと習ったり例年言ってるんですがね権利関係14問の中で実を言うと過去問で取れる問題はまあ正で3問4問だと思っておいてください。えー、っとちょっと振り返り返ますが 一昨年なんか過去問で取れる問題これ1ページ目なんですね合計点低か,った低かったんですね。権利関係でで過去問問取れる問題まあ今年はねちょっとその時よりマシだったんですけれども、えー、まあ3問4問程度でしょうね。でよく言うのが「権利関係は14問のうち」これは決まっておりますので、まあ、過去問をしっかりやっておいてその中でも3問4問は取りましょう。 あとは、えー、常識感覚で取れる問題が1、2もあります。それと、まあ、運もあるし、まあ、4択ですからね。それから、気合もあるでしょう。まあ、気合は微、妙ですけどね。そうすると、まあ、必然的に、過去問でしっかり寄っておけば、3点、4点、プラスアルファして、2点、3点いくんですね。で、さっき言ったように、主者の主、者がしっかりできていくようになるのでお、大失敗したんですね。で、今年してはいけないのが、やっぱり大失敗。まあ、4点とか5点というやつなんですね。まあ、 これがえやっぱ例年ど通り過去問で3.4点それから常識で1.2点えそしてまあ4択ですからまあプラスアルファ軽い気持ちで1点というのでまあ6点少なくてもねえそして理想いえば7.8点まあそれ以上は望まなかったというところなんですね。ところが逆にですね今年しっかり取らなきゃいけなかったのがその下の「宅建業法」です。 あの初めて試験これから受けようとしてる方ねハテナっていうところなんですが簡単に言っておきますと権利関係、まあ、これ民法法なんでですすが実態ののの私私たちの私生活の、えーまあ、法律ですでそれをもとに、まあ、不動産の売買する上で、えー、宅建業者に関してはあの免許を与えて免許制にして規制していく形になりますので宅建業者を規制する法律として二重、まあ、問出てくるんですね。 で実を言うとこの20問のうち、えー、権利関係は半分取ってればいいんですけれども宅建業法はまあまあ満点というのは近年難しいとしても、まあ、少なくとも8割から7割、えー、ごめんなさい8割から9割ね今年で言うと理想はやっぱり9割20問のうち18って欲しかったですね実際に先ほどの私のところに集まっている統計でいくと100弱ですが、えー、っと満点もパラパラいました。 18 19、も結構いました多かったのは1718だったんですけれどもね一番低かった人でも15点ただしその人は15点だったんですけれども他がまあちょっとは言い方悪いんですけど権利関係が運よく9点でしたというような感じでしょうかね多くの人がねこの宅球業法に関しては8割から9割を取っているっていうのが今年だったんですね。 では、あそういうことか。簡単だよね。あの科目がしっかり分かれておるから、35点取る間に簡単な宅検業法からいかに稼ぐか。まあ、その通りなんですよ。ただし、その通りだけではいかないのは、この試験のもう一つの難しさではあるんですが、えー、っと35点をまあ基準に考えますと、7割ですよね。50点のうちの7割取ればいいんですけれども、その中でまあ分類すると、 10問はさっき言ったように権利関係で多く見られるようにどんだけ勉強してもちょっと無理かなっていうところなんですね。まあ、逆に言うと50問のうちの半分すなわち25点は何もしなかったらそれは取れませんけれどもパラパラパラーとかもたーっと書くもんーッてやったら取れるような、まあ、いわゆる誰でも取れる問題なんですよ。まあ ということは勝負としては50問のうちどうしても解けない10問と誰でも取れる25問を引いた残りの15問が勝負になるんですがじゃあその15問残ってるねえっと試験では35点取らなきゃいけないですからね25点だけではダメですからね誰でも取れるねその25問にプラスアルファする問題がその15問ですねどっからどの辺が出てくるかっていうことなんですけれども内容だけで言うとまあ実を言うと 簡単な部類なんですね。で、この試験はですね、あのまあ古いにかけるということで、えー、やってるんですが、あの重要事項の説明ができるかできないか能力判定の中であんまりですね辞書や辞典の隅っこの方に書いてある使用マッセンのことを聞いても意味ないですね。あの本筋のライン聞き,き,きたいんですよ。能力判定ですかね。ただそれだけストレートにかけるとみんなこうて回答できるの古いにかけれない。どう考えるかっていうこの試験、えー、作る人たちは。 より簡単な基本知識をいかに難しく見せて古いにかけるかこの能力技術に関してはね恐ろしく優秀な人たちが試験を作っております簡単なことをより難しくどういうことでやってくるかっていうことですね、えー、いろいろ手法はありますまあここにも上がっているように例えば形式変えてくるんですねあのー、ストレートに 規定を聞いてるわけじゃなくて、えー、こういう規定が条文に書いてあるか、まあ、これはちょっとですね。捨ての意味合い強いんですが、えー、これは傾向として強いのが判決文というのをのっけてですね。あのー、まあ、いわゆる裁判で行われた。その実際の裁判で下された。その判決文をのっけて、実際に文章の読解を試すような問題を作っていくるんですよ。ただ、それよく読めば言い方悪いんですが、今年もそうだったんですが。 青いなに簡単なんですよただしまあ A4 の、えー、大きな紙の中に小さな字でざーっとほぼほぼ1ページ埋め尽くすように書いてあることが多いのでその中から例えば「誤っている足のここの部分を探せ」っていうと非常に動揺するんですねやってしまえば簡単なんですけどね、あのー、2時間の中で50問やる中でですね頭もバテてくるしそれから、あのー、文字の威圧感があるのでその試験の現場ではどうしても読み落とすっていうこと をあえて誘っていくるんですね。それから形式面ではこういうことですね。あのこの試験は50問の4択1、いわゆる4択の問題なんですよ。4つある4つの足の中から1個正しいものを選べばいいんですよね。が、最近は巧妙になってきたっていうのはこの個数とか組み合わせってやつですね。この個数っていうのは結構厄介で4つないしは中には5つまあ3つのこともあるんですけれどもその中で 正しく記述されているものはいくつあるかっていうので、選択肢が1個、2個、3個、4個って感じですよ。これですね、ごまかし効かないですね。まあ、イメージつくと思うんですが、あの4つの足、全て正確に捉えておかないと、4択というよりもほぼほぼ全択ですよね。だからそれをしなきゃいけないので非常にの。で実を言うとその個数問題というのがこの宅建業法に多いんですよ。 でもちろん科目によって攻略の方法はあるんですが先ほど言ったように宅、えー、権利関係に関してはまあ、その14問の中で、えー、いかに過去問で取れる問題を探し出してそこを確実に捉えてあとは気持ちの余裕の中で上乗せできるかまあ、逆に言うと宅建業法は9割取らなきゃいけない試験なのでこういう問題に勝ち打ちしていかなきゃいけないんですねで、こういう形式だけじゃなくてやっぱり宅建業法に関してはですね、あの古いにかける意味で かけてくるんですよわざとちょこっと勉強していればそっちに流れるようにね持っていくんですねその誘い水を思うもあるしいろんな形でお年を出てきてるんですねでしかもそれが見えにくいようにしてるんですねあの一例二例ですが今年こういうの今年だけじゃなくてほぼ毎年あるんですかね特に今年の試験を受けてもうちょい足らなかったっていう方はいえまずは来年の試験は 今年の検証かかららですからこういう問題出てきたの覚えてますかねえー、まあ受けてない方も聞いてみれば簡単に聞いてみてください。この宅建業法っていうの科目の中ですね、えー、規制する市内の中で自己が所有している物件を貸すという行為これ規制概念になっているんですね。そこからはい、えー、こういう問題が出てきました今年も。ある宅建業者は 自ら貸主となってうんぬんかんぬんどういう行為をしてどうのこうのしなければならないと文頭だけ宅建業者は自ら貸主としてで文末はしなければならないと出てきたんですねではこの文の正語すなわち正しいか誤っているかどちらかはいや中身中身いや中身どうでもいいですよ 宅建業者が自ら貸し主として貸してるんですね、えー、規制が及ばないんですよなのにしなければいけないというとみんな謝りなんですよ果たしてこれを先に知っていて問題解答した人はまあ今年惜しかった中でどれぐらいいらっしゃるかですね実を言うとこういうのが合否の分け目になるんですよ。あの引っかかる引っかからないっていうのはその引っかけのポイントを最初から知って察知してできるかできないかなんですね。 結構これ重要なんですね。今年こういう問題も、まあ今年だけじゃないに出てきたんですね。この宅建業法というのは、規制をするために免許制にしております。あの、車の運転免許と同じように考えてほしいんですね。あの、車の運転免許は免許持ってる人とした車の運転免許、運転はできません。同じように免許を持ってる人しか、この宅建業の成りわいはできないですね。まあ、なりわいと行為と違ってますがね、同じ目線なんですね。だから逆に言うと、ここなんですね。 あの規制の一つの目線として悪いことをしたら一回与えた免許を取り上げる「取り消すど」ということですね。運転免許スピード何キロしたら取り消すよそれと一緒であ宅勤業法あいう卓球業もですねあることをするとせっかく与えた免許を取り消していくそれ以降宅球業できなくしてしまうんですね。その中で一つですねいやその免許取り消すのに誰が取り消すことができるかっていうと勉強している人はほとんど知っている人です。あくまでも免許を与えた人 しか免許は取り消すことができません当たり前のようなことなんですけど実を言うと他県業の免許には2種類があって各都道府県の知事が出す免許ともう一つが都道府県失礼、えー、国土交通大臣が出す免許まあこれ事務所の場所によって違うんですがねまあそ2つあるんですね。ということはいいですよね言いたいことは知事が出している免許に対して国土交通大臣が取り消せるかはい取り消す わけがありません。あのあくまでも免許を与えた人なんですね。それから公県知事、まあ他県庁の試験においてはね、神戸を期すために東京都とか神奈川県とかね、そういう形で出てきません。公県、おつ県と出てきます。はい、公県知事が出した公県知事免許について、おつ県知事が取り消すことができますか？できるわけがありません。同じように出てくるんですね。で、今年こう出てきたんですね。えー、国土交通大臣は大臣は 公検知事免許を取り消すことができるかできるわけないです。取り消すことができるって書いてあったらみんな罰ですよね。これがですね、ことごとくそれに引っかかってるんですね。で、これも試験勉強していて知らない人いないんですよ。ただどうやって引っかけてくるかこの手法なんですが、これはもし今年受けてる人がいた、えー、もしね、今年の試験受けたら確認しておいてください。間で 冒頭に国土交通大臣と言いつつですね最後は免許を取り消すことができる罰なんですけどね途中で、まあ、例えば行方不明になっている30日経過しているそこで頭を混乱したうてで最後聞いてくるんですね結局聞いているのはその誰が免許を取り消すことができるかそれだけなんですけどそれを巧妙の罠に持っていってそれを見えなくしてミスを誘うように持っていくるこのミスに誘いに乗らないようにいかにやってるのかこれも結局 対応するには過去問の学習しかないんですね、えー、いかに過去問を繰り返してやってるか取捨も過去問それから取れるべき問題の引っ掛けに引っかからないようにするのも過去問ただこの引っ掛けに乗らないようにする過去問の学習は結構労を要しましてのンべんだらりんと何回も繰り返してる。 だけでではダメなんですね目のつくれどころポイントポイントを使いながらそしてもっと言うとこういう引っ掛けがありますよっていうことを前提に解いていくと結構み、えー、いい感じで、えー、っと回っていって解けるようになるんですがこれがなかなか一人でで勉強していいるとと見えにくいっていうところなんですね、あのーまあ、最後やっぱりこのガイダンスの中で一つね二、えー、つですねあの宣伝というかねあの特徴を、まあ、ちょっとえ述べさせていただきたいんですが。 こう,いうまあレックだけではないとは思うんですがレックのような資格予備校はどういうことをしてるかっていうこう一人では見えにくいところもちろんそういうところをより効率的にこういう情報として引、まあ、っ掛けのパターンとしてありますよ。それから科目でいうとどの分野からどれぐらいの点数を取るのがスタンダードですよ。 というところ、ね、ですので、はいえー、もちろんテキストなどに書いてあるところね、えー、全部理解っていうことが、まあ、必要といえばその通りなんですどその中でもメリハリをつけて、まあ、これをやっていくとどういうことかっていうとまず点数が上がってくるのであのまずは勉強を続けていくんですね。でそこを実を言うとこの試験も、まあ、そういったテクニカル的なところではなくて根底としてあ,のある程度一定期間しっかり勉強を続けてやるっていうことが大前提であるね。 そこにつなげていただけるためにもそのやったっていうことのね実感を、うん、まあ見てもらうためにどの辺からしっかりどういうふうに勉強したらいいかっていうねまずはその配分のこととそしてどういう手法で落としてくるかってその手法を伝えることね、まあ、それをですねより効率的に皆さんにお伝えしていく。そして 気持ちの中で継続的に勉強を続けてもらうということを主に目的とやっておりますので、まあその辺をうまくね、えー、皆さんの中で来年の試験の中で利用してくださればなと思います。この利用というのはいい意味です。あのー、やっぱりえ皆さんこういう講座を利用、えー、まあレックでやっているような講座を利用するとなると、やっいくばっかりのね、えー、金銭的な出演があります。まあそれに似合うものかどうかということを最終的な判断なんですが、基本的に。 1>, 1年かかるところを半年5か月4か月とまあ時間短縮の効率の中でやっていくのでまあその辺をうまくね考えて我々が提供している講座なんかを利用してくださればと思います。もちろんどういうものかっていうのはですねえーまあホームページなどを見ていただいてそしてえっと実際にあのアドバイスしてえくれるスタッフもいます。それからまあ一部 というよりりもも、ね、年に限定的なんですすけれどもレックの学校がありますその中で、まあ、どういう講座を利用していいかっていうことも相談に乗ってくれますしそれからとりあえずやってる事業風景体験したいっていうのであれば無料でね体験することもできますので、まあ、その中でより来年の合格を確実にするためにどういう講座を選んでまあ選ぶ選ばない、まあ、自由ですけれどもその中でやっていけばいいのかなっていうのを判断してくださってね、えー、是非是非 来年の卓建試験に見事に合格するように持っていただければなと思います。その辺を切に願っておりますので、はいまあ、今回ガイダンスということでねしていきましたが、まあ、より合格のまあ、今年の試験を交えてのお話でした。えー、まあ、えー、少しだけでも皆さんの役に立てればと思っております。はい、それでは今回のガイダンスですね。終了いたします。お疲れ様でした。